あー今日は鍋パーティーしたいね。そうだね、最近寒くなってきたしね。うん、やろう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 。じゃああれだね、私がお鍋の食材買ってくるね。おー、ありがとう。買ってくる、スーパーで。うん、ありがとう。じゃあ行ってきます。はい、あ、私も一緒についてくよ。あ、うん、いらっしゃいませ。いらっしゃいました。じゃあ何だっけ、鍋でしょ。モンドの好きなやつでいいよ。え、好きなやつ、うん、まず鍋だから、うん、なんだろう、なんか味噌的なやつ必要だよね。なんか味つけなきゃいけないから。味噌鍋にしたいのかな。味つけよ、うん、味つけるから。なんだろう、まずちょっと醤油と、うん、みりんと、うん、砂糖でいけるわ。おお、だいぶ和な感じなんだね。ね、で、あの食材だから具材だよね。具材買わなきゃいけないから、うん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 、具材はお豆腐、うん、お豆腐買って、いいね、うん、でなんか水色じゃないや、なんか緑っぽいやつ入ってるから、うん、あれだ、白菜。白菜いいね。白菜、なんか待って、完成湧いたんだけど、うん、白菜買って、じゃあなんかちょっとわかんないけどキャベツとかも買って、おお、なんかレタスとかも買って。え、レタスか。で、なんだろう、鍋だから、ね、あとなんだろうな、なんかお肉系も入ってるよね。いいね、いいね。あれだ、じゃあなんか和牛みたいな。和牛、和牛みたいなやつ買おう。いいね。で、買って、うん、あと何入ってる。え、ちょっと色合い大事だよね、色合い、うんうん、色合い大事だから、とりあえず人参買っとくか。あー、なるほど。で、人参買って、うん、え、これで完成じゃない、鍋、お鍋。それで行く？え、行く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 ？これ何鍋？これなんだろう。これ何鍋だろう、これ。もう、なんだろう、私、醤油、みりん、砂糖。結構甘めな、甘め？なんて言うんだろう、肉じゃがの味付けっぽい。あ、でも出汁がないから、出汁がないからちょっと出汁必要？そうね、なんか出汁がないからほんと醤油とか、すれば肉じゃが風かも。おー、味は、うん、とりあえずなんかその辺にある出汁を買おう。出汁、うん、はい、じゃあ買って、これで無事鍋パーティーをしましたとさ。イエーイ。アグアグノンノン、アグポンこと大西アグリです。アグアグノン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 こと高岡ノンです。始まりました、アグノンルームラボ第106回配信です。イエーイ。この番組は姉妹のように仲良しな私たち2人の部屋からお送りするゆるふわ動画番組です。イエーイ。はい、今週の小芝居はヒューさんの案を採用させていただきました、うん、ありがとうございます。鍋パーティーの買い出しに来たアグポンとノンノンで、うん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 、基本、お鍋に入れる食材を選ぶのはノンノンで、これはお鍋に入れるよねとノンノンが思う食材を買い物カゴに入れていくってやつでした。う、うん、普通に気になっちゃったね。なんか何なんだろうね、鍋って。ノンノンが入れるって言ったのは、うん、あれだよね、白菜とか豆腐、キャベツ、レタス、肉肉、牛肉入れたね。牛肉入れてた。あと人参って言ってたね。人参入れてた、うん、なんかさっきすごい盛り上がってたね。そう、盛り上がってたね、具材の話で、うんうん、人参は入れたのはいいですねとか、うんうん、なんかレタスは意外とありですよって言われて、うんうん、なんか私料理上手かもって思いました。なんかそんなトッピーな味にはならないかもね。確かにね、そう、あったかくなれば全部美味しいし、なんかそういうスープみたいな。なんか和風スープみたいになったんじゃない、牛肉のおかげで。おー、ね、だしっぽくはなってるかもね、うん、いい感じだしね。うん、だしだけにね。そっか、でものんのんちの鍋はそれが入ってるってこと。多分入ってんじゃないかな。そうなんだろう、うん、私も基本普通に鍋するってなったら、うん、豚肉買うことが多くて。なんかさ、豚肉とさ、うん、牛肉さ、わかる、食べてわかる。わかるよ。わかる。全然味違う。見なくても、パッケージ見なくてもわかる。わかる、食べたら。あともう、なんで見たらわかりますよね。この火通った状態、火通った状態で、うん、なんでわかんの。すごいよ。すごくね、特殊能力。全然特殊能力じゃないよ。すごいやん、やっぱ豚肉入れるかな。
鶏もわかる。鶏もわかる。すごい。そう、鶏肉で水炊きみたいな感じでするのも好き。はい、うん、パウポンは違いますね。すごいわ。すごい、うん、全然わかんないもん。なんかやばい、あ、お肉だって言って食べて、でも幸せだね、なんかあ、お肉だって終わってる、うん、でも味がわかるのも逆に幸せだよ、やっぱ。確か、これとこれ合うなとか、ね、私は豚肉の方があっさりしてるから、ね、鍋には豚肉入れてとか、うんうんうん、あと私のは白菜と、あとお豆腐と、うん、あと水菜とか入れるのも好きで、水菜とあとあのえのきと椎茸とかきのこも入れたりとかして、紛らわせにいっぱい来た、えのき椎茸そうとか入れたりするかな、ね、うん、あと柚子ポンで食べるのがすごい好き。柚子ポンは美味しい。そう、あと柚子胡椒とか買ったりして、いいね。ね、してるかも。すごい、なんか食材の名前いっぱい知ってる。失敗いっぱい知ってる。もう今さ、こう言われてさ、うん、あ、こういうの入ってる、こういう鍋だって想像はつかなかった？なんか大体なんかキノコ系と、うん、なんか水菜。水菜どんなのかわかる？なんかあれですよね、あの豆苗みたいなやつ。豆苗、まあまあそう、すごい、確かになんか豆苗育ててたのよ。あー、それでね、飼ってたの。そう、うん、で、だから豆苗だけはね、めっちゃわかる。そういうことね。そうそうそう、あー、確かに水菜も切った状態で出てくるから豆苗と同じ長さみたいなイメージってことか。そうそうそう、なるほどね。すごい、なんか奥が深いです。いや、なんか知ってるんだか知らないんだか、なんかどう言っていいかわからないけど、ね、ちょくちょく知ってる時もあるっていう、うん、あー、そっか。でもやっぱね、この寒い時期というか、ね、私年がら年中鍋食べるの大好きだから。いや、美味しいよね。そう、美味しいし、うん、温まる。美味しいと思ってるな、よかった。美味しいと思ってる、うん、なんか中身よく分かってないけど美味しいと思ってる。それならよかった。うん、はい、何鍋派ですか？何鍋？うん、キムチ鍋とかがすごい好きですけど、なんだろう、キムチ鍋、まあ、普通のって言ったらあれですけど、うん、スタンダード、普通にカツオとかで出しとった、うん、すごで、ちょっと醤油とか入れて味付けしたやつが好きです。柚子ポンにつけて食べるのが好きです。私はすごい、キムチ鍋の時は味噌とか入れてちょっと辛さを、キムチに味噌、合わせたりしてます。私すごい、なんか素晴らしい。素晴らしい、うん、あ、よかった。私もキムチ鍋食べてる時ね、うん、美味しいって言ってたらしい。ああ、そうなんだ。なんかね、ちっちゃい頃食べて美味しいって言ってたよって言われたから、多分キムチ鍋好きです、私。ああ、よかったよかった。ね、一緒だね。一緒だね。キムチ鍋最高だね。はい、ということで今回もよろしくお願いします。アルナンルームラボ、ここからはこちら、今週のふつおた、イエーイ。はい、ということでここから普通のお便り略してふつおたメールを紹介します。はい、はい、では早速紹介していきますね。うん、ルームメイトネーム田んぼさんからです。ありがとうございます。アグポンのんのん、アグアグのんのん、アグアグのんのん、ご褒美北海道旅編の DVD 見ました。わー、ありがとうございます。これです。あ、これです、これです。はい、海鮮料理やスープカレーを食べられていたり、うん、乳搾りや、ガラス細工の体験をされていたりと、北海道ならではの体験をたくさんされていましたね。うん、どのシーンもお二人がすごく楽しんでいるのが伝わってきて、見ていてとっても楽しい気持ちになりました。うんうん、途中途中で、ダジャレを言われていたり写真撮影のパネルがあったら喜んで向かっていたりと、いつもの番組の雰囲気を感じられたのも面白かったです。個人的にトウモロコシ畑を見たお二人がこれメイヤだもんとモノマネをされていたところがとっても面白くて好きでした。アグポンとノンノンは北海道に行かれてみて印象に残っている出来事はありますでしょうか？よろしければなのですが、お二人の思い出話をぜひ聞いてみたいですとのことです。ありがとうございま す, います。そんなこともあったね。あった、メイヤだもん。やってた、ね、めっちゃ楽しかったよ ね。めっちゃ楽しかったし、なんかパネルあると全部入ったよね。あ、そうだね。
そう、どこのパネルにも顔を出したりとかしたりしました、うん、なんかここいろんな体験がある中で、うんうんうん、こうやってね、あのこれメイのダモンとかさ、そうそうそう、言ってるなんか日常っぽい会話をね聞いてくださってて、ね、そこも嬉しい。本当もうなんかこのさ、部屋の中の雰囲気がさ、変わんないよね。変わんなかったし、もうね、なんかそれに映ってないけど、本当もうずっとほぼほぼ回しっぱに、そうなんですよ、ね、してくださってたからです。だからずっとあのテンションだったね、朝から夜まで。そう、朝から夜まであんな感じで、うん、でもさ、このDVD 見てくれた人は分かるけど、一番最後はね、あのバスで寝てるシーンでさ、エンディング流れてたのがね、ね、そう、もうバスはもう寝てばっかりでした。寝てばっかりでした。あ、でもこれ入ってなかった。あ、ピノキオ、ピノキオ、ピノキオ、ちょっと私なんだっけ、一発ギャグ考えたんですよ、北海道で。お、じゃあここでさ、嘘でしょ、やってもらおう。え、あれはまずどういう経緯というか、どういう風になったらそれを言うんだっけ。なんか何かをこう聞かれた時に、うんうん、嘘をついてしまった時。ああ、わざと嘘をつくんだよね。わざとちょっとなんかごまかすために冗談っぽくね、不正してません、嘘ですみたいな時とかに、うんうん、あの不正はいつもしないんですけど、うんうん、そういう時になんか使うギャグ。あ、じゃあむしろ不正してますみたいな。そう、あ、ほんと不正してるけど不正してないですって言った時に使うやつ、うんうんうん、なるほどなるほど、やります。うん、不正してるでしょ。不正してませんよ。はい、嘘です。ピノキオ、ピノキオ。やばい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 。ちょっとこれは北海道ね。でも誰もやってないよね、世の中の人。これすごい出来だと思う。でこれをね、うまくいけば流行るぞ。流行らせよ。そう。これやったらカットされてて、そう。使われてなかった。ちょっと完全オフなところだったから。ね、そうだね。そうそうそう、そうなんで、そういうこともありましたね。すごい盛り上がってて、盛り上がってはい、すごい一発芸もね、考えられた ね、 ね、北海道旅でした、うん、すごい楽しかったです。はい、続いて、うん、ルームメイトネームカジュさんからです。ありがとうございます。アグアグノンノン、こんばんは。こんばんは。でっかい道ということで、待ちに待ったご褒美北海道旅編の DVD が届きました、うん、嬉しい。手作り感があって温かいホームビデオを見ているようで終始幸せでした。2人からも楽しいってすごく伝わりました。なんだかすごく飯テロでしたね。ものすごく海鮮が食べたくなりました。食べまくってたね。え、特にのんのんが食べていた大きいホタテが羨ましかったです、うんうん、めっちゃ美味しい顔してるのんのんを見れて幸せになりましたが、ものすごくお腹も鳴りました。わら、うんうん。え、冒頭の牧場で乳搾りの時、びっくりおっかない感じののんのんが可愛かった、うんうん、チョコちゃんに痛くない大丈夫ってのんのんの優しさも素敵です。あ、すごい、なんかめっちゃ褒めてくださって、うんうん、のんのんが搾り終えた後に、うん、牧場の方にお上手でしたって言われたのんのんに対して、すかさず本当にお上手でしたかって聞き返すアグポン、さすがです。わら。特典では水牛に乗せてもらってましたね、うん、え、事前に説明を受けているとは思いますが、2人ともあまり怖がらずに乗ってましたよね、うん、実際は怖かったのかな。見てて自分もすごく乗ってみたくなりました、うんうん、グラスアートもすごく楽しそうでやってみたいなって思ったよ。のんのんがほっぺを膨らませて一生懸命に息を吹いていたのすごく可愛かった、ねね、ふーってやつ ね、 ね、グラスの完成品は番組で披露ということで楽しみだね。水族館のこととかもっともっと感想を書きたいところですが、今日のところはこの辺で。2人の自然体な表情をたくさん見れて幸せでした。ありがとうございます。ではでは。 PS 夜景も素敵でしたが、お二人の素敵さにはかなわないですね。すごい、めちゃくちゃボリュームたっぷりにいただきました。ありがとうございます。ね、あ、そうじゃん、グラスアートも ね、 ね、あったあったあった。まだ誰も見てないみたいで、完成品をね、開封もまだされてはない、ね、うんうん、1年とちょっと越しにやっと見られるってことでということで、ここに実物がございます。イエーイ。私たちが作ったなんだっけ、アグポンが私が花瓶、そう、ミニ花瓶みたいな。私はタンブラー作ってました、うん。ちょっと開けてみる。開けてみる。ちょっと開いてる。これ開けやすくなってるって言ったけど、うん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 、あ、おおお、何が出てくるんだ。これで割れたら終わりだよね。え、どうしよう。あ、新聞紙に、新聞紙に入ってる。くるまれてる。おお、待って、これどっちがどっちだ。どっちがどっち、書いてあるかな。あ、
大西アグリ様って書いてある。高岡能様って書いてある。うん、じゃあこれ開けちゃいますか。ね、開けてみよう。ドキドキする。ドキドキだね。ちょっとよいしょ。お、中もちょっと新聞紙にくるまれてる感じで、ね、うん、お待って、でもなんかできてそうじゃない。うん、これですごい溶け出したらどうするって言ってなくて、うわー開けた瞬間崩れちゃうみたい。じゃあちょっとドキドキだね。ドキドキ。じゃあ私から。あ、はい、いきます。おめっちゃ上手。すごい、超綺麗じゃん。これ売られてるものみたいじゃないですか。売れるよこれ。売れる、すごいよ。非売品ですけどね。上手すぎる。すごい。そう、なんか私ここになんかピンクのお花とか入れたら、うんうん、ここがなんか草みたいに見えて可愛いかなと思って、ね、そういうことか。ライトグリーンにしたんだけど。可愛い。めっちゃ綺麗な発色じゃないしかも、ね、すごい。なんかここには塗ってないけど、うんうん、あの下のやつが反射してこの縁とかもちょっとグリーンに見えたりとかする感じが。めっちゃ綺麗。あ、本当だ、ね、本当だ。そうだよね、反射でグリーンに見えます。すごい、超綺麗。すごい、こんなツルツルになるんだ。ね、ね、こういうとこもさ、切ったからさ、縁どんな風になるんだろうと思ったけど、ちゃんとね、そうだよね、うん、綺麗になってます。やった時ぐにゃぐにゃな状態だったもんね、まだ。ね、ここも一生懸命曲げたんだよ、ね、うわーすごい。うわ、すごい大変だった。すごい、すごいです。上出来でした。めっちゃ上手でした。のんのんのも見てみよう。のんのんもなんかこういうものづくり系とかあんまやらないから、ね、なんかできないでしょうって言われがちなのよ。じゃあちょっと見ていきたいと思います、うん、おすごい。待って、なんか赤がさ、こうより、うん、水玉模様っぽく、水玉模様に見えるし、あ、これ私作った。うん、作ってた作ってた。すごくない？なんかこんな上手にできたことないかも。でもあ、すごいすごい。確かここもちょっと縁赤っぽくなってる。ねえねえ、反射でちょっと炎っぽく見えるね、赤いから。確かになんか熱い気持ちになっちゃいますねみたいなね。これ飲んだら、ね、すごい。すごい、なんか冷たいもの飲んでもさ、多分これ冷たいもの入れるじゃん、うん、そうだね、きっと入れてもちょっと温かい気持ちで飲めるんじゃない。温かい気持ちないし、なんかちょっと遠くから見るとなんかワンちゃんの手形みたいな感じにも見えるかな。見えないか。でもね、あの色付きの粉々のガラスをなんかこの透明なやつにひっつけて、また火を通してくるくるってやると、ね、こうなったんです。そうそう、私のやつはちょっと見づらいんだけど、水玉みたいになってて、うん、ちょっと見づらいですね。なんかのんのんな、それがよりなんかね、てん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 って感じに、具合がより見えてます。まあ、すべて計算通りね、計算通り計算したかどうか。そう、こうよく見るとね、うん、やっぱあの私とか素人だから、うんうん、やっぱこう気泡が ね、ちょっとね入ってんだよ。これ線がね入ってる。私もポチポチってなってたりとかしてて、なってます。あ、このちょっと傷っぽく見えるけど、これとか、うん、これこれ、あ、はいはいはい、はい、そうそう、これは気泡がふーって膨らますときに、多分一定の量とかじゃないとこう、そうだよね、入っちゃうみたいで、そういうのがね、うん、入ってるのも逆に味になってるかな。ちょっと手作り感で、ね、手作り感があるよね、うん、すごい嬉しいな、ね、思い出。こんなにうまくいくなんて、ね、うわー、びっくり、嬉しい。これを見ればいつでもね、北海道に行ったことを思い出せるよ ね、うんうんうん、もう終わらないようにだけ家で気をつけよう。気をつけよう、気をつけよう、ね、思い出の品、気をつけたいと思います。はい、いいね、超良かった。いや、すごい良かった。思い出まで持ち帰ることもできて良、ね、かったですね。楽しかったからまたやりたいですね、うん、やりたいね、うん、また行けるようにポイントを貯めていきましょう。そうだね、はい、頑張りましょう。そして皆さんもまだゲットしてない方は DVD ゲットしてください、どんな風に作ってたのか見てください、ねね、ぜひぜひお願いします。はい、以上今週のふつおたでした。アグのルームラボ、ここからはこちら、仲良しチャレンジ第8シーズンロストインジャスティス。わーい、イエーイ。はい、このコーナーは2人で協力してあることにチャレンジします。見事クリアすればアグノンポイントをゲット。アグノンポイントを20貯めると何かが起こります、うん、はい、現在は実はまだ4ポイントです。全然ダメだ。
20までね。20までまだまだですね、うん、今年中には難しそうだね。いやーねー、あと何回あるかな。今回チャレンジするのはスピード犯行予告です。わー、時間内に新聞から文字を切り抜いて嘘の犯行予告文を作るチャレンジです。昔のサスペンスやミステリーで犯人が筆跡からこの特定を避けるためによく使っていた既存の文字を切り抜いて脅迫文を作るあれを今回はごっこ遊び的にやります。おーすごいね。制限時間10分以内に2人で協力して作成、1つ作成できたら1ポイント、2つ作成できたら2ポイントゲットです。文章はそれっぽいものであれば何でも大丈夫です。おー、成り立っているかは完成後にスタッフが厳正に審査します。とのことで、はい、でもね、ここにあるのでセットが、うん、じゃあそれでは早速やってみましょう。よーい、どーん、うわー、やばい、どうしよう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 、何か、なんかいっぱいあるよね、でもね、ちょっとね、いいの見つけちゃった。嘘、なになになに、これをね、切らないと。なんかあとすごいテンション上がるわ、なんか、ね、なんか楽しいかもこれ、うん、図工の時間みたいね。え、今どんな感じだろう。今ね、なんか文字何書こうかね、ちょっとね考えた。あ、吹っ飛んだ吹っ飛んだ、あ、吹っ飛んだ、あ、なるほどね。よし、うん、これこのページでいいかな。ちょっと貼ってくわ私。お、すごい。え、やばいナイフナイフナイフ。あ、もうてっぺんや。え、慌ただしい。え、のんのんは何を手に入れた？貼るよ私。あ、オッケーオッケー。これ2人で1つか。そうそうそう、私が手に入れたのはね、え、待って、あ、お金とか、え、あ、こちゃん、え、何を手に入れたあなたは何を書きたいの。え、だから、これに来ないと、あー、あ、なるほどね、来ないと、あ、いくらみたいな。あ、オッケーオッケーオッケー、じゃあ、いくね。ちっちゃいつ、え、難しいねこれ。難しいこれ、意外と、犯人って大変だな。犯人大変、貼らないと。ちっちゃいつあったから貼るね。オッケー、あ、テープないか、あれ、あ、あ、ノリでもでも全然いいよ。え、すごくない、すごい、私たち犯人かも。犯人かも。この色がついてるのがいいね。お、いいね。あ指で、ごめん、私のせいだ。オッケー、見て、あ、いいね。これも貼っとこ、貼っとこ貼っとこ。ちょっとその辺に。あ、いいね。よし、完璧でしょ。え、ちょっと完璧かもね。これ2個作ったらなんか2ポイントだっけ。あ、そうじゃん。え、だからちょっともう1個、もう1個、あと1個、やばいやばい、あと1分、あと1分でしたっけ。え、できるできる、なんりゃー、いや、どうしよう、あ、え、どうしようどうしよう、いや、いける、ちょっとこれでこれ、これにしよう。え、なになに、ちょっと次のページで貼るね。 OK、これでちょっとベタベタになっちゃった。ん、なんだこれで。意味わかんない、意味わかんないことないや。いや、意味わかるよこれ、完璧。はい、ということでできました。私たち2つ作りました。超超完成度高いです。すごいよねこれ、すごいわ、うん、ちょっと見せていきたいと思います。はい、まず1つ目、はい、高尾、
転んだ。海に魚と2100億円持ってこい。不正なしで。二つ目。はい。鷹を転んだ。海に魚と2100億円持ってこい。不正なしで。イエーイ。完璧すぎるでしょ。いい文字探してるし、ね、やっぱ高尾があったのも、ね、すごい運命感じた。不正なしとか ね、 ね、で次のやつが、次のやつがこちらです。目指せ8月ね。ダメダメか、ちょっと時間が。そうだね。いやでも1個目のめっちゃ関数が高いから、ちょっと正直1個目が強すぎて。そうね、ね、これが完璧にできすぎてちょっと満足です。うん、もうなんか燃え尽きました。燃え尽きたね、すごい楽しいね。でも楽しい、うん、いっぱい探しちゃいそうになる、うん、はい、はい、ということで終了しました。イエーイ。今回の仲良しチャレンジは、うん、1ポイントもらえて成功です。成功です。はい、うまくいったね。ね、うん、ちょっとみんなも新聞の文字とかお探しながら作ってみてください。うん、はい、以上仲良しチャレンジでした。アグのルームラボ。お送りしてきましたアグノンルームラボ、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスはアグノンアットマークセカンドショット .jp です。各コーナーは番組ホームページに掲載していますので、ぜひ確認してみてください。また番組公式 X もやってます。私たち個人のものもあるので、どちらもフォローよろしくお願いします。この番組はタイムシフト期間1週間を含め無料で視聴できます。さらにこの後23時30分からセカンドショットチャンネル会員向けのアフタートークと前回のアーカイブがお楽しみいただけます。ぜひ会員登録をよろしくお願いします。そしてご褒美北海道旅編の DVD もセカンドショット通販で販売しております。そちらもぜひ見てください。お願いします。はい、はい、ということで第106回はどうだった。あ、なんかすごい笑いすぎてお腹痛くなった。これ作ってる時ね、ね、のんのんがさ、この魚とかを選んでたのがさ、うん、これどういうことなんだろうと思って。あ、なんか、うん、こう魚を持ってこいみたいな、まずしようかなって思ったら本当にアグポンがしてくれた。あ、よかった。そう、ね、不正なしで、不正なしっていうものもね、のんのんが見つけて、こう私たちを表すかのようなね。やっぱ高尾があったのも結構やっぱね、良かったよね。感じますね。感じました。不正なしと高尾と魚で、うん、魚関係ないけど ね、すごい、すごい素晴らしい犯行予告ができました。はい、ね、このこれもやっとね、届いて、ね、届いたのが良かった、うん、大切に使っていきます。はい、はい、そしてアフタートークではすごくね、いろんなことが盛り上がったから、うん、オープニングのね、トピックが喋れてなかったので、はい、そちらを紹介したりなどしていこうと思います。はい、ということで今回はここまで。次回の配信は12月20日水曜日23時からです。お、クリスマス会&年内ラスト会、早いみたいです、早すぎる、早すぎる。ちょっと、うん、ね、2023年最後のアグノンですね。はい、多分、うん、うんうん、はい、ということでぜひ見てください。最後はアグノンじゃんけんでお別れ。今回は私です。のんのん、はい、皆さんじゃんけんの準備はいいですか。 OK、 それではいくよ。のんのんじゃんけん、じゃんけんのん、負けたあなたは海に魚持ってこい。よかった、買って。せーの、バイバーイ。